はい、ひとときの安らぎアニーズバーへようこそです。アニーでございます。皆さんお疲れ様です。まずはね、晩酌をしたいと思います。今日のお酒は私の大好きなアイラウイスキーボウムアでございます。もう残りちょっとね、少ないですけど、乾杯する前に飲んじゃった。おつまみはエビチリでございます。まあ、こちらもね、ちょっとつまみながらいきたいと思いますが、でそれでですね、あのちょっと前からあのこういうトーク形式の動画を一回撮ってみようと思ってたんですよ。でいろいろ考えた結果、まあこういうアニーズバーという名前で、やってみようかなと思いまして、でまあこういうことになりました。で、おかげさまで、ちょっと前あたりから登録者数もちょっとずつですけど増えまして、でコメント欄もね、たくさん、いつも来ていただいている方々コメント残していただいて本当に、感謝しております。ありがとうございます。で実は YouTube 自体は僕10年くらい前からもやってまして、で、まあ、ほぼうち9年間ぐらいはまあ、自分の曲だとか、まあ、バンドの曲とかバンドの映像とかそういうものを上げるためだけのチャンネルだったんですけど、去年からまあ、見た人もいるかもしれませんが、坂場田んぼ動画っていうのをちょっとシリーズ化してあげて、で最近はまあ、ちょっとした簡単な料理動画とか、あと、まあ、ラジオのアーカイブも載せてますし、あと弾き語り動画なんかもちょっとアップしまして、でまあそのおかげかどうかわかんないですけど、おかげさまでね、登録者数も徐々にちょっと増え出したかなっていうのがあって、まあここで、改めて自己紹介的なね、動画でも撮ってみようかな。でただね、自分のことをだらだら言っても仕方がないので、まあ、ちょっとこう思考を変えて、こうアニーズバーという名称でね、まあ、こういう小物もねちょっと用意してみたんですけど、まあ、今日はこれでちょっと語っていきたいかなと思います。はい、まあ、ちょっと自己紹介的なことをしていきますが、僕はまあ、二つバンドをやってまして、で、一つが、まあ、メトロガーデンというバンド、そしてもう一つがサバイっていうバンドで、まあ、どちらも、まあ、YouTube の方に、ライブ映像を載せてますが、まあ、今メインが、メトロガーデンの方で、で、メトロガーデンの方は僕がリーダーをやっておりまして、まあ、僕が作ったバンドなんですけど、ほぼ私の作るオリジナルをメインにしているバンドですね。で、もう一つのサバイっていう方は、実はそっちの方が歴が長くて、メトロガーデンは4、5年ぐらいなんですけど、サバイはもう10年以上ぐらいやってまして、で、まあサバイもメトロガーデンもどっちも女性ボーカルなんですけど、サバイの方はその女性ボーカルの人がリーダーで、で、やってる音楽はね、まあ僕も、まあ数曲オリジナルは提供してますけど、メインが洋楽のカバーとか、まあ ほとんどそのボーカルの人が選曲して、まあレパートリーを増やしてるような感じですね。で、ここ最近は、ボーカルの人がちょっと子育ての方にちょっと時間を費やす関係上ですね。まあ、バンドの方は、まあ、せいぜいやっても年一ぐらいのペースで、まあ、メトロガーデンはその分、ほぼコンスタントに毎月のようにライブはしてましたが、まあ今ちょっとコロナウイルスの関係で、ライブは自粛しておりまして、まあできていないですけどね。まあバンドは2つやってるという具合ですね。はい。そして、
まあご存知の方も多いと思いますが、僕はラジオパーソナリティもちょっとやってまして、まあ、月1ですけれども、FM アップルウェーブというところで、夜は気ままにという番組をやってます。で、まず FM アップルウェーブは、まあ、ローカル FM 局で、青森県の弘前地区というところだけしか、まあ、ラジオでは聞くことができないんですよね。ただ、ネット配信しているので、まあ、アプリダウンロードなしで、全国どこでも、スマートフォンだとか、あとパソコンでも、聞くことができます。で、その夜は気ままにという番組ですけれども、夜は気ままにという番組は平日のね、月曜から金曜まで、毎日夜8時から9時まで、生放送で、お届けしている番組なんですよ。で、毎日というか、日ごとにね、パーソナリティが変わる番組で、で、僕らは、毎月第3水曜日の、担当をしております。まあ、月1で。はい。で、私と、うちのメトロガーデンのギターの清志。この二人で、まあ、メインパーソナリティをやってて、まあ、毎回、まあ、仲間の、アマチュアミュージシャンの人とかね、まあ、その辺の方々をゲストで呼んで、まあ、別に、ミュージシャンにこだわってるわけじゃないんですけど、まあ、メインが、まあ、自分たちの仲間を紹介できればなということで、まあ、ミュージシャンを呼んで、いろいろ毎回トークテーマを決めながらお話しさせていただいております。はい。でね、ありがたいことによくちょっと間違ったりする人がいるんですけど、僕らは、プロじゃないです。アマチュアのミュージシャンなんで、普段普通に仕事をしております。趣味で、まあ、バンドをやってるというだけで、これバンドっていうか音楽で飯を食ってるわけではないです。それからね、その FM アップルウェーブの方も、そのパーソナリティもね、その金銭が発生してるわけではないです。ボランティアで、やっておりますので、それで、まあ、小銭を稼いでるとかね、そういうことじゃないので、あくまでボランティアでやっております。でね、僕がいるのが青森市で、まあ、やってるのが、弘前市なんで、だいたい車で1時間ぐらいかかるんですけど、その毎回収録の度にね、1時間かけて弘前まで行って、で、まあ、収録して、まあ、終わって、帰ってくるということをやってます。まあ、好きでね、まあ、ちょっと縁があって、やりませんかっていう話が来て、まあ、それで、去年の2月からか、もう1年以上経ちましたけども、やることに、なったので、まあ、本当に、そういうね、ラジオみたいなことっていうのは、昔から興味もあったし、やってみたいなと思っていたので、まあ、ありがたい機会をいただいたなと思ってやらせていただいています。はい。ということで、まあ今回は簡単なね、ちょっと自己紹介的な、内容でしたけれども、まあ今後何かまたお話ししたいこととか見つかれば、まあこういう感じで、アニーズバーっていうのを開催してみようかなと思いますけれども、あとはなんかね、僕に対して質問、まあ特にいつも質問受け付けてますって受け付けてますってわけじゃないですけど、何か質問とかあればコメント欄に書いていただければ、またこういう感じでアニーズバーを開催した時に、お答えしたいなと思いますので、まあ気兼ねなくちょっと書いていただければなと思います。ということで、まあ、今回はアニーズバー第1回目になりますけれども、こういう感じでお届けいたしました。それではまた、アニーズバーでお会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。